ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は、上田です。よろしくお願いします。上田くん、最近どうですか？エンタメ系で言うと、まあこれもしかしたら他の人も言ってるかもしれないんですけど、ストレンジャーシングスのシーズン4がついにフル解禁、フルエピソード解禁されましてというところで見たかみたいな話はしてますが、ケイト・ブッシュのあの曲がめっちゃかかんの。まだ見てないですか？ちなみに見てないです。あんまストーリーに絡むことは言わないですけど、めっちゃ流れるというよりは重要な役割。へー。うん、なんか別にずっとかかってるみたいなことではないですけど、物語の中で割と大事な役目を果たしている曲っていう立ち位置ですね。バズってるときヒットしてますね、うん、先週の戸塚さんも、ゆふたけさんが見ろ見ろ言うからつって戸塚さんも見てますつって。ああ、だからゆふたけさん、戸塚さんあたりのその20代30代のうちのスタッフの中では今話題というか、話持ちきりというか。でしかもなんか、うん、やっぱりそのシーズン減るごとにファンも増やしているのか、シーズン4の今回のタイミングで結構いろんな、なんて言うんでしょう、ブランドとのコラボとかお店とのコラボみたいなのを日本で結構幅広く展開してて、なんかコンビニでコラボの靴下が買えるとか、あとフロントの渋谷の店舗でコラボメニュー出すみたいなとかもあって、その辺のプロモーションの規模みたいなのもなんかどん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 大きくなってるから、やっぱりファンが、視聴者層増えてるんだなっていうのはそういうところでも感じますけどね。なるほど。最近もうなんか土日ね、なんかレポートとか、なんか書いてるんだよね、文章。それで土日が潰れていく。はいはい、なかなか悲しい感じでございます。あ、宣伝でございます。7月7日木曜日でマーケジンで私が寄稿した文章が載ります。載ります。出ます。どんなことを書いてるんですか？タイトルがマーケジンっぽく作ったんだよね。あのマーケジンだから一般のなんつうの、はいはい、あのマーケターの方々にも読める文章にしてくださいっていうお題だったんで、 JO1 BE:FIRST が次に打つべき施策はビルボードデータで読み解くファンダムのアクティビティっていうやつ。なるほど。いわゆるそのオーディション出身系アーティストの、まあ、傾向だ、チャートの傾向だったりとかから、もうマーケティングに派生していくような。最初 YOASOBI と、それから SixTONES から始まって、そこから JO1 と BE:FIRST の話になっていくんだけど、そこら辺を先月の中旬ぐらいに、6月の中旬ぐらいに書いて、上半期のビルボードジャパンサイトで発表したネタと対になるような、正確に言うと続きみたいな感じで書いてあるやつですね。なるほど。より奥深くというか、より分析を強めた感じで、ウェブで載せきれなかったことをさらに書いたって感じなんですね。はい。ので、できれば最後の章まで3ページぐらいにわたるんですけど、3ページ目の最後の章だけもでも読んでいただきたいっていうところでございますね。そうですね。時間があれば、そのビルボードの上半期のページも解説文含めて一旦読んでもらえると、その方がもしかしたら上半期どういうことがあったかみたいな基本情報みたいなのを踏まえた上で読んでいただくとまた分かりやすいかもしれないですね。そうですね。はい。エンタメデータアナリスト講座への、まあ、送客の意味も込めて書いてみたっていう感じなので、いわゆる音楽業界に限らず、まあ、データアナリストをやっている人とか目指す人にぜひ読んでいただきたいっていう文章でもあるし、またはファンダムで、まあ、めっちゃ今頑張ってる方々も結構参考になる話を書いてみたつもりです。では、今週の HOT100 トップ3をカウントダウンお願いします。はい、7月6日公開のビルボードジャパン HOT100、第3位が、椿ファクトリーアドレナリンダメ、第2位、世界の終わりハビット、そして第1位がオフィシャルヒゲダンディズムミックスナッツでございました。ミックスナッツとハビット、デッドヒートですね。ですね。ちょっとすごいですね。勢いというか本当にデッドヒートですね。うん、両者互いに譲らずっていう感じですね。うん、先週がハビットは1位を、まあ、ミックスナッツの牙城を崩す形で取り、うん、そしてその翌週今週ミックスナッツがまた首位を奪還するという熱いデッドヒートで。そうね。相変わらず、ストリーミングで1位を取ってるのがヒゲダンのミックスナッツで、で、MV で1位を取ってるのがセカオワのハビットだったんだよね。うん、で、両者相譲らずっていう感じの戦いが続いていくわけでございますよ。ヒットのその経緯というか、
軌跡みたいなところを見てもだいぶやっぱり毛色が違うというか、うん、それぞれ特殊なヒットの仕方をしてるっていうところもあるし、なんかその折れ線グラフ的なところで見るとやっぱりミックスナッツが割とその初動じゃないですけど一気にガーッとアニメのオンエアのタイミングから割とその一気にポイントを高めて、うん、でそれそのまま高水準をずっと維持しているっていうところに対してハビットはやっぱりじわ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 とポイントを着実に積み重ねてからの選手ピークだったっていう流れだから、まあ それぞれのなんかねヒットの仕方っていうところもそれぞれ違うから面白いですよね。あとはあれかな、5位に前週51位からジャンプアップしてきたポップナヨンかな、トワイス、はい、これは世界で売れているアーティストとして、ね、あのきっちりあの上位に上がってきたっていうところなので、特に MV が2位であるところが牽引してるのかな。あとストリーミングが5位か。はい、そうですね。あと TikTok の、今週 TikTok ウィークリートップ20の方でも8位に初登場してるので、うん、まあ、動画メディアでのプレゼンスがやっぱり強いのかなっていうところから、しっかりストリーミングで楽曲に対する、まあ、楽曲の求心力っていうところもアピールしているんだなっていうのが分かりますね。動画をフックにしながらちゃんとこっちまで持ってくるっていうところは、あのセカオワもそうだし、あのナヨンもそうだし、そういうところはやっぱりあのちゃんとした売れるパターンとして出来上がってきてるっていうことでしょうかね。そうですね、ナヨンのポップとセカオワのハビットに共通点で言えばやっぱりそこですね。あのいわゆるあの UGC 動画メディアの UGC っていうところと、うん、あとはサブスク、オーディオのサブスクっていうところがシナジーを起こして、両者ともにポイントが上がっていくと。なので、このポップに関しても、あの、ハビット同様、今後、ラジオだったりとか、ダウンロードだったりっていうところが、もしかしたら、にまで、あの、影響が波及していくっていう展開があるかも、といった期待がありますね。あの、上田くん的には注目してるセカオワがハビットが、こんだけ上に上がってきましたよっていうのは、こう、当たった当たったって思うの。そうですね。まあ、曲、なんか曲の強さみたいなのもやっぱりあるじゃないですか。その、ハビット聴いていただいたら分かるとその、セカオワ節じゃないですけど、うん、やっぱりそのセカオワのカラーみたいなのが強いし、その、まあ、彼ら結構そのグローバルでの活動も結構力入れてるっていうのは気にあると思うんですけど、そこの、うん、なんか、韻の踏み方とかも、英語と日本語ハイブリッドで韻踏んでる感じとか、まあ、音の作り方とかも含めて、やっぱり、あの、進化しているセカオワだなっていうのがあるので、まあ、ハビット、もちろんその、なんか、ダンスとかでバズるみたいなのは、あの、ヒットのトリガーにはなるかもしれない。それがやっぱりストリーミングとか、YouTube はずっと見られるとかっていうのは、やっぱり曲自体のポップソングとしての強度みたいなのが高いからこそだなとは思ってるので、そこは、うん、はい、あの、楽曲を聴いたタイミングでやっぱりなんかちょっと、お、売れるかもとか、いいなっていうのは感じてたので、また今後どうなるかも含めて楽しみではございありますね。といったような感じで HOT100 でございました。じゃあ続いて HOT アルバムスお願いします。はい、今週の HOT アルバムスは、第3位が NGT48 の未完成の未来、第2位が吉田拓郎のああ面白かった、そして第1位がキング&プリンスのメイドインです。やっぱキンプリがメイドインで、50万枚弱かのところまで到達してきて、まあ堂々の1位というところで CD セールスとルークアップで1位を取っての総合1位を取っている。やっぱりあれですけどね、はい、あのこのアルバムの1枚目じゃない1曲目の1番クレバ、はいの曲は強えなと思って聞きましたけどね。そうですね、意欲的なサウンドメイクというか攻めた曲でしたよね。うん、うん、でなんかあの本人たちもあの新機軸っていう感じですごくあの楽しんで参加してるっていうのも伝わってくるし、クレバー武士もちゃんとありつつと同時にちゃんとキング&プリンスのあの王子様感ある楽曲もちゃんといっぱい入っててアルバム聴いてて楽しいもんね。そうですね、やっぱりそのデビュー曲から紡いできたその
王子様感というか、ジャニーズ王道感っていうところから、まあでもたまにその、あの、シングルでも、その、そこからちょっと派生した形で新しい一面を覗かせるみたいなのは、やりつつ、あの、なんでしょう、ファン層みたいなのも拡大してきたグループだと思うので、まあこのフォースアルバムのタイミングで、表題曲もかなり攻めた感じで出してるっていうところも、キンプリのなんか、攻める姿勢みたいなのが継続されてるんだなっていうところは、すごく象徴的だなと思います。うん、と言っても、やっぱり今回はなんか言いたくなるのはあれかな。2位に吉田拓郎、4位に山下達郎、8位に小田和正がいるところ、はい。なかなかもう今何、70年代後半みたいな感じのベテランのアーティストがきっちり並んでくるところ。すごい面白いですね。これがトップ10の中に同居してる近年まれに見るトップ10のラインナップですよね、これ。うん。で、しかも今日ね、佐野元春が発売だったんですよ。で、佐野元春のニューアルバムがね、すごくいいんですよ、今回。はい。本当に驚いて、驚いてというよりも、なんつうんだろう。あの、最近すごい充実した作品を作ってるっていうところはあるんだけど、うん、なんて言うんだろう。コロナ禍を経て、で、あの、作ったロックアルバムっていうのを佐野元春がきっちり仕上げてきているのはちょっと感動したね。ぜひ聴いていただきたいんですけど、なんていうかですね、ボーカルがこれでもかっていうぐらいね、ちっちゃいんだよ。で、ボーカルがちっちゃくてバンドサウンドを意識して作って、なおかつちゃんと言葉が聞こえてくる。すごい、あの、精妙なバランスでボーカルのトラックを作り上げてきているのがよくわかるミックスなんですよ。ミックスいつもの渡辺翔二郎さんなんですけど、うん、のでその意味でも結構聞いてみたら驚くんじゃないかなっていう気はします。あの、それ聞いた後小田和正とか吉田拓郎聞くと、おーボーカルでかって思っちゃうんだよね。で、しかもまあ同時代性というか、ちゃんとこう今を呼吸しながら、まあ、あのエバーグリーンの楽曲を作ろうとする、トップアーティストの、あのプライドっていうのが、佐野元春もそうだけど、山下達郎にしろ、吉田拓郎にしろ、小田和正さんにしろ、スタンスは違えど、そういう感じっていうのが伝わってきて、すごく面白いなっていう聞き方ができるアルバム複数が、6月の下旬に出る、2022年にっていうのも、すごくいいなと思っております。吉田拓郎の新作と、小田和正さんの新作は、ダウンロードでも結構上位を、というか、小田和正さんに至っては今週ダウンロードの方がフィジカルの指標よりも高かったりするんですけど、その辺はどうなんでしょう、ちょっとやっぱりその往年のファン含めてですけど、新しいファン層、リスナー層みたいなのもこのタイミングでしっかりついてるみたいなことの表れだったりもするのかなと思うんですけど、その辺もどうなんでしょうね。いや本当にね、みんな違うんだよね。みんな違うけど、あの、同時代性があるっていうところは、うん、あの、大変面白いですし、で、山下達郎さんのソフトリーに関してっていうと、あの、達郎さん自分自身で考えるいい音でちゃんと今の音を作ってみてるっていうところもすごくいいなって思うんだわ。はい、まあそんな感じの、他にアルバムチャートとかで、あの、面白い曲アルバムありますか？割と息の長いアーティスト、はい、作品が多いよね。ああ、でもそっか、今週はだからオフコースとか山下達郎、うん、オールタイムベストとかも入ってるから、いわゆるその、まあ、達郎さんにしようですけど、新作が入っての、まあ、過去を網羅するベストアルバムとかが、そこに、あの、移り変わっていくのって、やっぱり新しいファンがついてる証拠なのかなって思うんで、その辺の複数作品の、あの、エントリーみたいなところも、アルバムチャートは特に注目ポイントだなって思いますね。うん、そうね。だから、大人が両方買ったっていうことなんだろうなとは思うんですけど。はい。とはいえ、でも、なんつうんだろう。コアファンだけが購入するんじゃなくて、ベスト2回買うお客さんはいないだろうから、やっぱり、あの、こっちの新作によって、あの、グレーソーのお客さんが掘り起こされて、こっちのベスト版も購入っていうような展開があったんだろうなって思いますね。まあ、達郎さんとかは特に多いですけど、やっぱりその、僕とかと同世代、20代とか30代とかのアーティストで、なんか取材とかで会った時に、やっぱりその、聴いてた音楽とか、あの、ルーツにある音楽とかを聴くと、やっぱり結構達郎さんの存在が出てくることも多いので、
やっぱりちゃんと、なんだろう、本当にエバーグリーンな、名アーティスト、名曲っていう形で聞き継がれてるんだなっていうのは、なんかそういう話を聞いてても思うんで、なんかチャートのこういう、動向を見てると、あ、そういう背景があるんだなって、ちょっと勝手に納得したりはしますけどね。そうね。そういう意味では、いろんなアーティストにリスペクトされる存在であるアーティストが自分の作品をドンと出したっていう意味だとすごいのかな。そういえばあれなんですよ、最近ね、さだまさしの、自分の中でさだまさしさんをもう一回聞くっていうブームが来てですね、はい、テレワークしてるときさだまさしを強音でかけてたりとかするんですよ。はい、いろんな曲があるんですけど、6月に出した新作があるんですよ。ああ、はい。で、そこで、キーフから遠く離れてっていう曲、つまり戦争の話を、はい、ウクライナの話をちゃんと楽曲にして歌っている人。うん。だから、さださんも、さださん的なスタンスで同時代性っていうことを、はい、考えて曲を書かれてるんだなって聞いて、うん、非常に興味深い楽曲でした。僕もいわゆるその新曲プレイリスト、まとめプレイリストとか聞いてる中で、さださん の緊急事態宣言の夜には入ってたので、ああ、ね、はい、流れて聞いて、やっぱりなんか、うん、そういう意味で本当に同時代的なフォークシンガーの、なんでしょう、さださんのやっぱり魅力みたいなのが溢れてるなっていう、そこからやっぱり僕もアルバム聴いていいなって思ったりもしたんで、なんかおっしゃる通り、各アーティスト様々なアプローチでの同時代感みたいなのが、まあ、時代を寄り添うみたいな、ポップシンガーとしての、あり方みたいなのをそれぞれがやっぱり確立してるんだなっていうのは、こう、チャートのこのラインナップ見てても感じますね、確かに。そう。なので、逆に言うとこう、それこそその時代感、っていうところを、じゃあ、ベテランじゃないアーティストの人たちが、どういうスタンスでまた、時代性を反映させていくのかっていうところを逆に、突きつけられたっていう気もするね。だから、そういった形で、また、若いアーティストに影響を与えられて、こういうのを作ってみろや、みたいな感じのスタンスだったのかなっても思っちゃうぐらいの。迫力のある作品がいっぱい並んでるね。ベテランアーティストたちからの若手へのプレッシャーじゃないですけど、うん、そういう映り方も確かにちょっとするかもしれないですね。そうだね。だからこれを聞いて若手のアーティストが、やっぱり、うん、まあ、ベタに反映するっていうのは、それはそれで違うと思うんだけど、じゃあ自分としてはこういうスタンスっていうようなところとかが、なんかもっと出てきたら、割とまた面白い作品っていうのが生まれるのかなって思っちゃうかもしれないね。うんうんうん、はい。そうですね。今週はじゃあその辺の大御所アーティストの意地とプライドみたいなところが、うん、結構いろいろと強く見られたチャートだったっていうところも面白いポイントですね。ちょっと考えちゃうよね、そういう意味だと。という作品が並ぶ感じで、アルバムと、まあ、HOT100 でございました。はい。こういったポッドキャストでございました。はい。今週はどうでした？楽しかったですか？はい。話すといろいろまとまる、自分の中でもまとまるので。はい。今週もポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。楽しんでいただけたら幸いでございます。それでは、また来週お会いしましょう。さよなら。